野焼きには牧野組合やボランティアなどおよそ110人が参加しています。草千里の野焼きは農家の高齢化などで阿蘇の草原維持が難しくなっている中、草原再生のシンボルにしようと県などが2016年におよそ50年ぶりに再開させました。今年の野焼きは先月下旬に予定されていましたが、悪天候で2週間延期となり、今日の実施となりました。火はパチパチと音を立てて燃え広がり、草千里とその周辺の草原およそ90ヘクタールを黒く焦がしていきました。阿蘇地方では来月頃までにおよそ1万6000ヘクタールで野焼きが行われ、2ヶ月もすると緑の草原へと生まれ変わり、美しい新緑の季節を迎えます。